こんばんは。11月20日午後7時になりました。369回ですかね。今なんかね、縁起がいい、回数だと言いましたけどね、よくわかんないんですけどね。今日の松代なんですけれども、松代もそうですね、長野がね、今シーズン最高気温が最低だっていう話で、予想最高気温が6度、寒かったですね。なんかね、豊坂はね、一日中氷が溶けなかったって言いますね。もう真冬ですね。嫌ですね。ということで今帰りましてね、新聞見たんですがね、暗い。最近ね、私ね、こう夕刊見るとね、暗いんですね。一面がね、会見対、ね、枝野氏とね、この論戦とかね、飯山の崩落の避難会、韓国解除ですか、社会面もね、暗いですね。ドイツがね、メルケル氏なんか指導力低下とかね、八王子の、9人の女性殺害の記事、オウムまた出たね、新たな、団体が出たとかね、松本でも、もういいですね、新聞は暗い。それからね、私の大好きな御嶽海、今日も負けちゃったみたいですね。負けたんですか？5勝4敗5勝4敗だそうですよ。この間ね、不戦勝でね、これは運が向いてきたかなと思ったんだけど、ダメですね。はい、ということでね、今日も生放送でお送りしております。今日のゲスト見てください、綺麗な方ね。今日はね、乗ってますよ。新聞は暗いけど、ここはね、明るいですよ。見てください、このね、アップになんないね。はい。ということでね、シャドーボックス、後でね、説明していただきますけども、シャドーボックス作っていらっしゃる豊坂の、片岡さん、はい、それからシャドーボックスの先生、湯本さん、おいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ところで片岡さん、はい、そのシャドーボックスなんですけども、はい、いつ頃からやってるんですか？はい、もう50年ぐらい？やってないね。やってない。はい、やってない。まだね、まだ50になってないもんね。はい。ということにしてください。はい、わかりました。はい、2013年から。うん。はい。じゃあまだ4年、5年。そう、4年。4年ですか。ですね。4、5年ですかね。そうですね。ああ、そうですか。はい。で、その始めたきっかけっていうのは何なんですか？中野の一本木、はい、公園のバラ祭りに家族とちょっと行きまして、はい、その時に湯本先生のシャドーボックスの作品が飾られてあって、あそこにあるよ、あんな絵なの見たんですか？そうです、ちょっといっぱい、もっとたくさん、もっといっぱいたくさん、でバラ祭りあんなようなのがバラばっかり、そうですね、うん、あの作品、そういう作品があってあって、もう惚れ込んじゃった。そうなんです。もう本当に一目惚れで。うん、一目惚れで。本当に素敵だと思って。で、その日から入っちゃった教室に。その日はちょっとそれは無理だったんですけど、うん、そこに名刺が置いてあったので、お家に帰って、うん、もうすぐ先生のところに電話して、で、ちょっと中野って聞いて、うん、うわ、通うには遠いなって思ったんですけど、ね、うん、でもどうしてもやっぱり会いたいと、一度とにかくやってみようと思って。惚れちゃった。はい、遠いところ通っていただきました。とんでもない。そうじゃあれですか、その中野いらして、中野で勉強してらっしゃる。そうなんです。月に一度先生のご自宅で。あ、そうですか、はい。それグループかなんかでやってるんですか？いや、それは一人で。あ、はい。個人レッスンで。はい、個人レッスンで。素晴らしいですね。はい、ということで湯本さん。はい、シャドーボックスってね、さっきから言ってるんですけど、はい、なんですかシャドーボックスって。皆さんあんまり、ね、知らないですよね。知らないですよね。残念です。知らないですね。うん、もう簡単に言うと、うん、真っ平らな、うん、紙を、うん、2D から 3D に立体的に、うん、作るクラフトアートです。うんうん、それがそうですね。そうですね。大きなものだと、これ私、うん、大きな作品展出したもので、うん、数枚の絵を、うん、下からどん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 パーツごと切って重ねていくと立体になります。これだと6ヶ月かかっていて、うん、はい、ほ
他にも何かあるんですか。そうですね、で、あのまあ普段生徒さんたちが作るとか、うん、お家に飾るのはこのくらいの、うん、作品で、まあ、女の人が生徒さん多いのでお花の作品なんかあったりとか、うん、はい、あとは今の時期だとやっぱりクリスマスシーズンなので、うん、こういうカップケーキのクリスマスなんかも、うん、これもあの最近作ったやつなんですけど、うん、絵があってこの絵かわいいなと思ったら、うん、立体にしていくのがシャドーボックスなので、うん、絵が描けなくても切って貼って立体的にしてうん、作品を作っていきます。で、はい、それって今そのクリスマスツリーは何枚ぐらい、厚いところで何枚ぐらい貼ってあるんですか、紙は。これ、5枚で作ってます。5枚で、はい、やっぱり切り方を工夫して、うん、あと立体感を出すのを工夫すると、うん、5枚でもすごく立体的になります。ということで、その立体的に作るんだけれども、どんな風に作るんですか。はい、さっき6ヶ月もかかった作品見せちゃって、うん、びっくりさせちゃったと思うんですけど、うん、このくらいなちっちゃい簡単な作品もあって、うん、これだと私だいたい1時間もかからないで作るんですけど、私はそうだけども生徒さんは、生徒さんも同じです。時間はあんまりかからない、同じです。うん、1時間作るかからないで作るんですけども、うん、今立体になっているのがあれで、うん、で絵が1枚だと立体にすることができないので、うん、同じ絵柄を複数枚用意して、うん、であとはテキスト、切る説明図や載せる順番の書いたテキストを見ながら、うん、こちらの絵を、まずパーツごと切り分けて、で切り分けるとこんな感じに5枚のパーツになるんですけども、うん、これを順番に、下から順番に、載せて、ああ、なるほど。乗せていくと、ほう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 、あ、立体的で、あ、ずれてる。おお、うん、なるほど。立体になります。うん、で、ただ切って乗せても十分立体になるんですけども、うん、やっぱり紙ですので、うん、後ろから丸めたり押したり、うん、折ったり、いろいろ加工することができるので、加工しながら作ると紙じゃない陶器みたいな立体感が出すことができます。こっちから見ると本当に紙じゃないように見えますね。はい、ね、これが楽しくて、素晴らしい。それで今さ、教室はどこら辺、どこにあるんです？中野って今お話しあったんだけど、中野ってやったら、はい、中野の自宅教室に一つと、うん、長野市の豊野温泉りんごの湯と、あとは飯綱町のアップルミュージアムと、うん、あとここの松代町の赤芝と、はい、関谷の公民館でやらせてもらってます。それはいつぐらい、これがそうですか、いつぐらいからやってるんですか。私が教室を始めたのは2009年の12月から、うん、はい、アイリーのシャドーボックス工房としてやらせてもらってます。うん、ああ、なるほど。その教室ね、今何か所か開いていらっしゃるんだけども、はい、決心というか、そのやろうって言ったのはどういうきっかけっていうか、どんな風な気持ちで、私がこれは好きだからやりてっていう形で、どんな風に始めると、結構勇気いるじゃないですか。勇気いりますね。うんうん、私が、まあ、自宅とかに自分の作った作品飾ってたら、おばがその作品を見て、うん、私にも教えてほしいと言ってくれたんですけど、うん、そんな教えたことないから、いやいや無理無理って言ってたんですが、うん、まあ、推しの強い方だったので押し切られ、自宅、おばの自宅で、うん、教えるようになりまして、うん、そしたらおばの近所の方も、うん、やってみたいと言ってくださって、でその方もそのままおばのお家で、うん、シャドーボックスを作るようになって、で少しずつちょっと私もやりたいっていう声が出てきたので、うん、あ、じゃあちょっと頑張ってやってみようかなと思います。それってさ、なんかドラマの雰囲気だね。そのね、なんかその始めたきっかけというのは、おばさんがねぜひなんて言って、おばさんが始めてね、なんかこうもう必然的にこう始めざるを得ないような雰囲気で、なんかドラマになりそうだよ。ね、素晴らしいじゃない。はい、すみません、ありがとうございます。で、これが今後の夢ですか。
これは。はい、あ、これは、ま、あのそんな私は大それた、うん、あの、うん、そこは私の大それた、あの、有名というかじゃないんですけども、うん、あの、長野県ではシャドーボックス、うん、あの、あまり知ってる方いらっしゃらないんですけども、うん、今 CM でも流れているあの、うん、神の手日本の8人のうち1人にシャドーボックスの第一人者の先生が選ばれて、うん、あの12月から東京で展示をするんですけども、うん、あのだから東京とかあの大都市ではシャドーボックスって結構メジャーなものになっているんですね。でも長野では知らない人が多いので、うん、私は今後長野でたくさん活動をして、うん、あの長野の方にもシャドーボックス広められたらなと思ってます。なるほど、素晴らしいですね。加藤さんね、はい、何年か、始めてから何年か経ってるんだけども、はい、その完成した時のこう気持ちってどうですか、うん、そうですね、感激するんですかやっぱり、うん、本当に大きなものだと時間もかかるし、うん、本当に細かいので作ってる時は、うん、あの必死なんですけど、うん、でもこう出来上がるともう本当に立体的になってもう感動です。はい、そうですか、はい、その記憶に残ってる作品というのは何になります？それ本当に初めて、まあ、まなかったんですけど、うん、あの玄関にウェルカムボードっていうのが欲しくて、うんうん、で娘がデザインをして、うん、それを玄関に置いているんですけど。ああ、玄関に、はい、そうですね、ね、すごい素敵な作品。ああ、そうなんですか。はい、ああ、それあの自分でじゃあ描いて、自分で作って、娘がデザインして、じゃあ同じ絵を何枚も描いて、はい、そうです、ね、そうなんですか。はい、それではね、今さ、あのね、教室などを開いていらっしゃるんだけども、気を配ったり、その気を使ったりしてるってこと、どんなところに気を使ってます？やっぱりあの、もう趣味なので、うん、あの楽しく作れたらいいなと思ってあの作っています。うん、なるほど。片岡さんはどうですか？そうですね、うんうん、本当にあの一つ自分なりに、うんうん、自分のペースで本当に楽しく、なんかこう作ったり丸みを帯びたりするとか難しいんじゃないですか、うん、そこら辺難しいでしょ。そう、動物とかも表情を出したりとか、ね、お花のこのね、うん、感じとか難しいです、うん、はい、ということで片岡さん、なんか素晴らしいことがあったみたいです。はい、私もこの、うん、シャドーボックスの作品展っていうのが横浜で今年の4月にあったんですけど、個展やったの？個展じゃないんですけど、ね、そこまでちょっとまだダメなんですけど、教室の系列があって、そこの系列の教室、うん、十何校かで一緒にやりました。でこの写真がそうなんですか？そうですね、みなとみらい、うん、はい、でこれ片岡さんの作品どっかあるんですか？どっかにあるんですね。 あるんですか？あるんですけど、どこでしょうか？なんで秘密なんですか？いくつ出したんですか？一人一つ、はい、あ、じゃあもうすごい人数じゃないですか、まあ、ね、一人行ってんじゃね、はい、はい、素晴らしいですね。はい、今さん、なんか作品展の予定があるそうなんですけれども、はい、それはどこで？これ今図録本になっているもので、うん、前回の作品展なんですけども、うん、日本最大級のシャドーボックスの作品展が、うん、来年も第6回シャドーボックス展が、1月の25日から、うん、2月4日に、東京の六本木の、国立新博物館で開催されます。で私も出展するので、ちょっと遠いんですけど、もし機会がありましたら、うん、ぜひ見に来てください。あとは、うん、この本なんか出してるんですか？すいません、途中だったんです、ね、私本も書かせていただきました。初めてのシャドーボックスって言って、シャドーボックス始められる方向けの、本です、うん、よかったらお手に取ってみてください。途中で私言っちゃってすいません、松代でも作品展があるんですよ、はい、まだどこでやるとかいつやるとか決まってないんですけども、うん、松代の教室の生徒さんも1年を迎えましたので、うんうん、そろそろ作品が何点か、ね、出来上がってきたので、うん、松代でも、アイリーのシャドーボックス工房での作品展を、うん、予定してます。春か夏頃なんですけど、うん、そこにはぜひいらしてみてください。はい、わかりました。ね、ちょっと下手で時間ももうね、迫っちゃったんですけども、最後にね、一言
言ずつお願いできますか。湯本さんどうぞ。一言でいいんですが、はい、お願いします。松代にも教室ができて、楽しく みんなで、作品作りをしています。もし、興味がありましたらご一緒に、作ってみてください。はい、片岡さん、はい、ぜひ松代でも1年になりましたので、うん、毎月木曜日、うん、第3木曜日の3時から5時半まで2時間半やってますので、ご興味のある方はぜひ見に来て。豊坂と関谷。あ、そうです、豊坂の赤芝公民館と関谷公民館でやってますので、はい、ぜひおいでください。おいでください、はい、おいでください、はい、お待ちしてます。今日はお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしいでしょ、はい、いいね、やってみたいね、うん、私もちょっと難しいな。難しいね、うん、飲んでた方がいいかな。あ、うん、飲むのもいいけども、ね、シャワーボックスもいいね。いいね、素晴らしいですよ、うん、こうやって見るといいね、最高だ ね、うん、見るのはいいけども作るのは大変らしいね、うん、でも、はい、でも細々と、うん、細々、うん、半年かけてやればなんとかできそうな。これ見たら無理だよ。そうか、やっぱりダメか。先生だ。いや、そうか、先生に教えてもらってさ、うん、やりましょう。はい、はい、じゃあで、ね、サイネジさんでね、お重屋のね、落語会っていうのをやるですって、はい、ちょっと珍しいんですけどね、毎年やってらっしゃるんだよ、ね、あ、そうなんだ、うん、11月23日2時半からね、サイネジさんの、本堂でやるっていうかね、やってますんで、ぜひお出かけいただければいいかなと思います、ね、はい、ぜひ、ね、はい、お願いします。はい、まだですね、高狩り、そう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 、高狩りね、うん、今回ね、これもまた昨年に続いて今年もやります、うん、はい、うん、これはね、いつですか、26日日曜日10時から、あ、10時半からね、今月、今月です、今月11月26日、はい、まあ、来月は12月だからね、はい、そうですね、はい、高狩りやりますね、はいはい、これはぜひまた参加いただければありがたいなというふうに思います、はい、その後ね、うん、あとインバウンドプロジェクトっていうのは、おもてなし講座っていうのをやるんですよ。要は外人さんをね、こう祭りお呼びして、うん、じゃあどうするかっていう形なんですけどね、はい、うん、その勉強会、これもね、あれ白馬から、ね、来られてるね、うん、外人さんと、白馬のね、山岳ツアーズっていうね、そのやっぱり、イベントやってる方、うん、来ていただいて、おもてなしのはどうやっておもてなしすればいいかっていうのをね、勉強するんです。はい、私、ワークショップじゃなくてね、うん、もう向こうでこういうふうにやりましょう、ああいうふうにやりましょうっていう、まあ、真っ白もいろんなイベント、おもてなしあるんだけども、うん、それと比べてどういうふうにするかっていうのはね、うん、外人さん向け、今私がやってるのは日本人向けみたいなことが、で外人さん向けのやつをね、高狩りが終わってから、うん、1時半から、伝承館、この隣でね、やる予定です。はい、そんなことで、ね、はい、ぜひおいでください。はい、じゃあ続いて来週ね、はい、来週ですね、日本さん、はい、はい、日本さん、はい、久々の登場でございます。はい、第370回、はい、今年の、ね、うん、1月23日の326回で、うん、さっきの3つはご紹介したんですが、その後もうさらに3つできました、うん、でそれのご紹介で、クリエイターの、ね、土屋さんがインフルエンザで、うん、23日の時には出られなかったんです、うん、で、今回は来られます、多分風邪ひかなきゃと思いますけど、ね、こっちが来るからな、ね、この間ちょっと打ち合わせをしてね、いろいろお話を聞いてますので、新たにできた3点と、うん、で6点全部持ってきます。で27日が放送日ですけど、23日に食の合戦で、グランドデビューということで、6商品全部揃ってご紹介させていただきます、はい、放送後はスタッフが美味しくいただきましたということを期待しております。いやー、よかったかな、ね、ちょっと一杯待ってね、
一杯出ないですね。いっぱい出る。あの動揺しないようにね。動揺しちゃうな。動揺しちゃう。しちゃう。いいよ、俺パーソナリティだからね。まあ曲もね大事だけどね、やっぱり歌詞も大事と。そうですよ。え、分かってる？あまりよく分かんないけども、分かったふりする。いや、ツッコミ言えたな。そうだよ。いや、俺はね、今ね、両方って言うからね、車の両輪だなって思ったんだけど、よく分かんないけど、言ったら分かったように見えるでしょ。だから、ね、同様だから曲と歌詞が、ね、あるでしょ。だから歌詞と、歌詞と食べる方の歌詞と。あ、そう。じゃあ、お後がよろしいようでございます。はい、また来週もよろしくお願いします。お楽しみに。ありがとうございます。